はいさい、はいさい、はいさい、ついてきました。あのね、サマーズの番組に出させてもらい、そして雑誌にもね掲載されて、で今回なんとですね、ローカル番組のゲストに呼ばれております。すごい、インパクトの強いキャラでいこうかと。もう爪痕を残す勢いで、もう司会者の顔をわしづかみしてゴンってやろうと。ゴンってや、もうやっていきましょう。皆さんこちら、そうです、ね、酒飲んでるから、たけしが率先して俺なんかをもっと引っ張っていって。そう、ということで早速行きましょう。行きましょう。じゃあ、たけしさんと、お塩さん、はい、が、たけしさん、お塩さん、あ、よかったです。で、はい、こっちがけいしーさんね、はい、はい、それで行きましょう。ちなみにお三人の中でテレビ経験者っていうのは何名かいらっしゃいますか？じゃあシシザ、目覚ましテレビで出たことは。ビールとかあるんですか？ビール、ビール飲むかちょっと。誰なの？ビール。出てから。いいと思う。あ、番組でビールとか大丈夫ですか？あ、大丈夫よ。それでエンジンかかるなら。携帯。携帯。まだしないと。あ、携帯は切ってください。そうだよ。もう基本だよ。もう解約しないと。解約。お呼びしているゲストさんがご存知でしょうか？ハイサイ探偵団さん。ハイサイ探偵団さんです。よろしくお願いします。よっ、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 ビールを持って登場。きっちゃんさん、おしおさん、たけしさん、はい、はい、ですね、はい、よろしくお願いします。で、先ほど少しお話ししましたけども、こちらが、教授高見さんですね。よろしくお願いします。こう見えても教授、謎かけ名人と、謎かけを一つ、はい、ビールとかけまして、ビールとかけまして、西野カナの歌届きます。西野カナの歌と届きます。その心は、会わなければ寂しいでしょう。おー、よろしくお願いします。ありがとうございます。神々しい光を出してるだけありますね。ガッとシロアリが止まれた。ごめんなさい、ごめんなさい。いや、もう、これは、まあ、結構ね、生きるミラーボールというか。生きるミラーボール。待て待て、初めて。やっぱこういう、まあ、そうそうね、一例っていうのが今流行りになる。どんだけの人が困ってると思ってる。大丈夫です。まあ、ゲストは本日はハイサイ探偵団さんということで、はい、ハイサイ探偵団とはと、お尋ねしますけども、といさ、視聴者から、はい、依頼メールをいただいて、はい、それを動画にする団体ですね。あ、なるほど。はい、どういったメンバーがいるとか、メンバーの特徴とかお話しいただければと思うんですけど、役割とかもありますか？そうですね。僕はさ、はい、料理を、料理動画を担当してる、たけしさんの担当はあれですか、はい、なんか来たり、なんかひっちゃん家に来て、あのカメラ回されてたらいつの間にか映されてるっていう役割はですか？勝手に YouTube アップしちゃがってって喧嘩しちゃうんですよ。本当は仲悪いんですよ。最初に例えば投稿するために撮った動画とか、あ、一番最初に撮ったという撮った動画、はい、それはね、記憶が甘いなんですけど、はい、多分ですけど、ハリーポッター賢者の石です。ハリーポッターと賢者の石、あ、ちょっと、まあ、映画で見たことあるような、映画ドロップボットなんですけど、違う違う違う、それはダメですね。はい、こういうやつだからやめよ。そうね、フリーザーどっちがすごいですか？あの皆さん、あのちょっと生放送だからね。そうですね、生放送ですから、はい、すいません。実際この番組をご覧になったことはありますか？そうですね、あの県人の勧めですよね。はい、そうです。ないですね。あ、ないですないですか？待って待って、思ったよりないですね。この前見たでしょ、一緒に。ちなみに、たけしさんはご覧になったことありますか？いや、それはありますよ。あ、ありがとうございます。何回も何回も毎回もリピートしてもリピートまでして見ていただいているんですか？ありがとうございます。趣味はちなみにどういったものがありますか？ひっちゃんさんはちょっと自分ちょっとカバン取ってきて、カバン、カバン、カバン、この日のためにすいません、ちょっと持ってきたものがありますか？もうちょっと、はい、どうぞ。あ、早く戻ってきて。さっき一緒でしたっけ？はい、まあ誰もがやったことあると思うんですけど、はい、ちょっと待ってください。はい、あ、これか。見た形はもう完全にトランプですけどね。はい、ケイシーさんにありますよね。はい、5枚出しましたね。あ、見てるぞ、5枚。かけポーカーなんですけど、
あ、ダメですね冗談ですよねポーカーで遊ぶだけなら、まあ、お金は冗談っていうことですよね。まあ、YouTube とかとは違うからね。はい、そうですね。怖いぞ、はい、まあ、テレビだと思ってね、はいはい、ちゃんと笑いを持ってきてくれてるあたりっていうのもリーダーひーちゃんさんならではでは次行きましょう。ハイタイ探偵団の一番の思い出はというところを聞いていきたいんですけど、やっぱそれはリーダーのじゃあひーちゃんさんから。これはね、やっぱりこの場、このローカル番組のゲストに呼ばれて、はい、みんなとも楽しいね放送できて、はい、これが一番になりますね。あ、これはもう嬉しいですね。ありがたいね。ありがたいですね。なんかげ、はい、ね、ごめんなさい、ごめんなさい。なんでいいこと言ったの。最後下手面白かったです。まあ、ごめんなさい。まあまあちょっとね、ちょっとまあ若いから。そうそう。近づいていって、この距離で届くんで。あ、ヨガ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 。俺の鼻腔がちょんぱになるやろ。常識的にあかんやろ。すいません。何するか、俺は。ルローネ剣心、この後すぐ。あ、やりませんね。